どうもーっとピスタチオです。よろしくお願いいたします。ピスタチオのエドスタソスロゴス。さあ始まりました、ピスタチオのエトスパタスロゴスでございます。よろしくお願いいたします。どうも始まりました。始まりました、はい、さあこちらの番組はですね、はい、我々ピスタチオがジャグラーを打ってビッグバケそれぞれ33回ずつ当たりを引こうという番組でございます。そうです、はい。ただ、ビッグバケそれぞれを、33回ただ当てればいいわけではございません。はい、毎回毎回ですねビッグ担当バケ担当が決めまして、はい、ビッグ担当はビッグ引かないとダメと。そうです、バケ引いてもそれはカウントされませんよ、されませんよと。だからねこれバケの時はモチベーションが難しいね、うん、まあまあまあね。でも軍資金は自腹だから、うん、ビッグ引きたいけど、うん、番組的にはバケ引かなきゃいけないっていう。だからその番組の取れ高を取るか、うん、あの自分の懐事情を考えたっていう。前回だから伊地さんがバケ担当だったけど、はい、うまいことやってるね。なんかねバケをちょっとチクチク引いて、うん、でビッグ引いて次のバケでいいよみたいな時にはバケ引いてみたいな。そうだからうまいことバランス取れたね。難しい。したんですよ。だからこれビッグの時の方がいいのよ。ビッグ担当の方が結局は、まあね、シンプルに喜べる。そう、確かに確かに。というわけで、うん、今回決めていきたいんですけど。わかりました。どちらもビッグ担当やっぱやりたいと思うんで。やりたい。じゃあ今回はこちらで、おなじみの、うん、コイントスで決めていきたいと思います。なんか前回シューズトスだったね。シューズトスの後は二重じゃんけんだったんで、うん、そうだね。今回はちょっとコイントスでいきたいと思います。はい、わ、はい、かりました。はい、じゃあこれですね、うん、100の方とこのお花の方ですね、うん、どちらで。じゃあ小田さん決めていいですよ。100の方かお花の方かどっちにしましょうか。じゃあ100の方で。100の方で100いきます。100引いたら私ビッグカントね、はい。ちょっと何してんのねえ、キャッチしてよちゃんと。お茶目でしょ。お茶目だよ今の。お茶目だよね。可愛かった。お茶目っ気たっぷり。うん、ちょっと待って、2回はいいってや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 って。眩しいからな俺。鼻の方ね、はい、あ、お前。じゃあカメラ行きますよ。せーの、オープン。よし、100。よし、うわ。じゃあ俺バケで、俺が、ビッグね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ小沢さんビッグ担当。ちょい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 大事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 、ね、こういうことしちゃダメです。というわけでじゃあ小沢さんがビッグ担当、ビッグ担当、私がバケ担当、バケ担当で今回行きたいと思います。はい、それでは行きましょうかね。はい、はい、それでは飛行な府中店さん。あ、そうです、はい、1店舗目でございます。行きましょう。はい、早速実践行きましょうね。はい、はい、それでは本日も頑張ります。行ってきます。よし、行きましょう。よっしゃ、よし、お願いします。いいですね。おはようございます。おはようございます。お願いします。いましたね。いますね。出るも出ないもこの人の。いや、そうなんですよ。ここですから。なんか待ち構えてた感がすごいんですけど、イトピーさん絶対にここにもう陣取って少しでも前に出てこようとする。そんな思ってんだよ俺らが座ったら。ああ、その台かとかって思うんだよ、ね、あ、ピースしてるわイトピー、ね、俺この人嫌いだからさ。嫌い。俺はイトピー好きなんだ。俺は好きなの。俺はイトピー好き。じゃあやっぱね、だってすごいマッチで、うん、気候なとか何にも関係ないツイートとかもリツイートしてくれるから。だからそういうところはねいい方なんですけど、俺はやっぱね生配信の時にねガチに勝ちに来るからね。まあ、そうよ、永遠のライバルだと思ってますから、やっぱ。はい、私は。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、早速第選ぼう。もう逆にいるなら決めてもらう、ここ座ってって。それやらせになっちゃうからね。あ、そっか、それはやらせになっちゃうから。そっか、それはダメよ、やらせになっちゃう。確かに確かに。どうしよう、どこがいいですかね。もうでも今日ねジャグラ結構埋まってるんですよ。埋まってるね今日ね。だからアイムが埋まってるね。アイムは、あ、アイムじゃないわ、ゴーゴージャグ、マイジャグか。そう、マイジャグが埋まってるわ。うん、どこにします。いや本当はあっち打ちたいよ。そうね、本当はね。ただね、うん、撮影がどうこうっていう空気出されるからこっちにしました、うん、そう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 。もうこの辺でじゃあどう、あ、うわ、私も決まりました。
俺これ行こうかな、じゃあ。あ、いいですよ、僕これなんで。あ、こっちだった。はい、なんで。なんとなくです。まあ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 、はい、まあ、このタイミングはもうなんとなく、なんとなくです。なんだなんだ、はい、いや、すごい即決だったからさ。お願いします。理由あったのかと思って。さあ、台も決まりました。おい、行きましょうか、早速。はい、僕だからあれなんですよ、今日いつもはだいたい3、4万持ってくるようにしてるんですけど、うん、今日7000しか財布入ってなくて、はい、入ってると思ったら、うん、入ってなくて、え、だからこの7000で当てなきゃいけないから。なるほど、ちょっとね、もしこれで7000で入んなかったら、前代未聞のこの衣装のまんま下ろしに行くとこがカメラで見れるかもしれないですよ。あ、いい傾向。でもでも俺が下ろしてるとこを逆に見せたい、うん、あ、そうだね、本当に自腹なんだよっていう、うん、いい傾向。人に借りようとしないもんね。いや、そうですよ、だって小沢さんも1万5000しか持ってないんですよ。そう、行きましょう。せーの、せーの、はいはいはい。伊地さん、早速ですけど、はい、コロナになったじゃないですか。はい、もう悲しいかな、コンビでね、うん、普通相方がなったら濃厚接触者になるもんなんですけども。まあね、まああんまり会ってなかったので濃厚接触者にならずして、私は。なんで会わなかったんですか。お仕事がお休みだったため、悲しいかな。なるほど、はい、それは仕事お待ちしてます。お待ちしてます、他方面の方。コロナ自宅療養どれくらいあったんだっけ。自宅療養、療養、はい、10日です。10日、はい。何してたんですか。競輪。公営ギャンブルオタクですから。あー、でも他のもやってたわ。競輪だけじゃないよ。何ふざけてんの。いや、別にふざけてない。芸人でこっちは。うん、なんで10日間さ、はい、本当に空気読めないね。ちょっとその話は後ほどということで、ね、最悪だよ。今ここ一番ビッグですから、やっぱ最悪だよ。ビッグビッグ、よっしゃ、よし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 、来ましたよ。伊地さん、競輪めちゃくちゃハマってるって聞いたんですけど。ハマってますね。ケイちゃん、リーちゃん、ケイちゃん、リーちゃんね、アプリでね、うん、できるじゃない。そうだよ。で、我々それの配信とかにも出させていただいてて、うん、でも競輪だけじゃないからね。なんなんですか。オートレース、バイク、バイクもやってますから、はい、オートレース面白いんだよな。すごいね。面白いんだよ。なんかレース系めちゃくちゃ好きだよ。一番ヤバいのはパチンコやりながら、あ、携帯で競輪とかやっちゃうと思う。もうダメ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 、一番ヤバいやつで、一番ダメダメ、ザ・マミーの酒井になっちゃうから。そう、もうそっち系になっちゃう。それしちゃうと酒井可愛いんだよな、なんか可愛くない。わかる。俺酒井テレビ出てくるとなんかすげえほっこりしちゃうんだよ俺。あったことあるよね。あったことある。俺も一回だけ劇場で。だから酒井が、うん、あいつやっぱギャンブル持ってんなと思ったのが、うん、ほぼほぼ初めて、なんか会ったこととかあったけど喋ってことなかった時に、うん、吉本の劇場に酒井が来てて。そう、来たんだよね、ゲストでね。そんで、うん、俺タバコ吸わないけど、うん、喫煙所に酒井がいて、うん、そう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 、その時からモグラとか食い機会でのモグラとかもいて、うん、誰かがそのなんかボートレースやってたんだよ。そう、みんなでレースやってて、そう、お、もうちょっとさ。それは知らんて。人が振りの段階で毎回さ、やめて。それは知らんよ。ありがとうございます。さあ、ビッグ、大事なビッグ、お願いします。ビッグ、よっしゃ、いいな、2連発キラーン。あら、ちょっと見てくる。お、早い。ちょっと短時間勝負だからな、ここが大事なんだよな、この台選びが。伊地さんが早い段階で台選びに行きました、僕のビッグボーナス中に。いや、隣に移動しようかな、隣に。お、隣に移動します。
おお、すごい。いいね。いいね。6回。まあ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 、まあ、素晴らしい。OK でございます。まあ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 。投資いくらですか？まだ3000円、これ4000円目よ、まだ。お、早かったね、移動の決断が。そう。今日はもう移動しようかなと。なるほど。あの喫煙所でモグラたちがボートレースやってたんだっけ。そう、そんでね、うん、まあやってて、うん、で誰かがボートやったから俺もやるやりたいわっつって、はいはい、なんか適当に145だかなんだかわかんないけど適当にいくついくついくつって言ったのよ、うん、そしたら酒井が、うん、ほぼ喋ったことなかったけど、うん、あ、じゃあ石井さんのそれをせっかくなんで僕書きますよっつって、はいはいはい、そこに2000円かけたんだよ、うん、で俺はかけようと思って左右から金取り出してたら、うん、時間なくなっちゃって締め切りがねってなってかけられなかったの、うん、うわーと思ったら、うん、本当にそれ来て、そうだよね、そう酒井が、うん、やっぱこういうのこいつやっぱ持ってんだなと思って、うん、乗っかって俺のおかげで勝ってたんだ、しかも結構倍率あったんだよね、だからもう俺あいつに今度会ったら飯をおごってもらういや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 、あれあるからね、あの忘れてると思うけどあいつは酒井君の性格考えたら、うん、伊地さんみたいなタイプがお前飯をおごれよっつったらおごっちゃうから多分酒井君上がってね後輩だけどやめてくださいやめて、吉本にはこの縦の上下関係あるけど、うん、吉本以外の事務所は売れてる人がおごるって聞くから、うん、ダサいから酒井君お願い、ダサいからちょっとそれ伊地さんちゃんとバケ引いてね、ビッグ当たり前にビッグちゃんとバケ してくださいよ、やだお願いしますよ、当たり前にビッグ行きたい、ビッグの方私は最先めちゃくちゃいいんで、最初はビッグ引かして、前回小田さん大負けだっけ、前回1店舗目はまあまあ良かったんじゃなかったっけ、平井店で負けたんだよね、そう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 、来費で、来費でだね、府中店とはね相性いい気がすんのよ、府中店俺もそうよ、そうだよね、であのやっぱ平井店はねパチンコ会の時もありましたからリゼロで、だからあの日本当に俺お前のこと恨んでるからねなんでありえないことしてから、なんでよ、だって何よ、じゃあ皆さんちょっと聞いてほしい、はい、乗り打ちでやって、はい、やるって言ったのに2200回ぐらいハマって1200ぐらいから打って2200ぐらいまで、まあ乗り打ちだったらボーナス行けば怖くないよなって、2人で打ち出して、うん、2人とも2万5000とか3万ずつぐらい入れたところで、うん、俺もう帰るわって小沢乗り打ちって言って帰ったんですよ、そんなやついねえから、終わりだよ終わり、俺もだからあったよ、終わり、申し訳ないなとは思ったよ、ただ伊地さんが全然好きなタイミングで行っていいからって、その場の時はね伊地さんってやっぱね気使ってな、あのね兄貴肌な感じに出すんだ、違うよ気使って、お前奥さんに怒られて言ってるからだよ俺のせいで俺のせいで離婚するかもしんないみたいな空気出して、いや言ってない言ってない、離婚しないですし、ああもうこっちは、うん、俺のせいで離婚されたら困るからじゃあ帰んなってなるんですよ、それはあのそれを全部言っちゃったらダメなのよ、やばいわ、またここでもう大丈夫だよ早いなあ、逆隣、よし、そろそろ一発欲しいんじゃないですか、なんだよなんでよなんでよなんだよなんでよ、喋りかけんな気安く喋りかけるの、いやもう隣来たしさ、思い出したんだよ、何を、乗り打ちを逃げたことやべえ余計なこと言った、あのせいであの日すげえ負けたんだからで伊地さん僕が打ってた時ももう別で打ってましたから、ね、すげえ負けたんだわあの日、どれくらい番組で乗り打ちしてさ、うん、俺が買った時だけ半分持ってってさ、うん、プライベートで乗り打ちしてさ、うん、途中で帰んだからさ最低だよお前はなあ、いやでも兄貴なあなあなあ、かっこよかったからいいよ帰っていいよっつって、なあなあ、お前が落としてくるからな、伊地ちゃんのせいで離婚するかもしんないって言ってねえわ、
一言も言ってねえ、言ってくるからね、言ってねえわ。そんなこんな言ってる間に、うん、7戦終わりました。嘘でしょ、ね、3戦じゃん。そんなこんなで小田さん早っ、あっという間だったじゃん。ここでちょっとご相談なんですけど。何を？あのお金借り入れるのはちょっとたりもらうのはさすがに申し訳ないんで、うん、メダルもらっていいですか？いやです、メダルを。いやです、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 お願い。いやです、それはめんどくさいんで。お願い、いやです、お金貸します。え、お金を貸します。じゃあ返さないけど大丈夫ですか？から返せよ。じゃあそれは、いやいやいや、ちゃんとそれは契約上の金額やってますんで、ちゃんとそれは。おいおい、子供によくやるやつ、俺がこれ。え、来たよっつって。ちょっともう下ろしに行くじゃん。下ろして来なさい、それは。この姿の、まあまあ、1万3000でしょ。何があと残り、どっちにしろな、借りたところで下ろさなきゃいけなりそうだからな。まあ借りとくか、で貸してくれ。まあいいや、借りてよ。じゃあ、いや違う、下ろし行きな。何、本来は何そのスタンスおかしいから。でもじゃあいいや、借りるわって。何、まあでも結局一緒なんだよ。別に下ろしたって一緒だからな。まあまあいいか、うん、じゃ借りる。違う、だからスタンスが違うのよ。何よ、何、下ろしに行けよ。じゃあ、あーだこうださ、うん、こうだくうだ、こうだくうだは言ってないし、こうだくうみ、あ、こうだくうみ、はい、あんまり面白くなかったんですけどちゃんとあんまりね、あんまりちゃんと、うん、今日だけな、はい、入れよ。いや、だから俺気づきましたよ、これ時間稼ぎっすわ打たないようにお願いします、貸してください。編集どうなってか分かんないけど、うん、下り長いです、ね、長いです、面白くもない下りで、うん、15分やってます。すいません、はい、1万円ね。あれです、俺も今これなくなっちゃったからね。だから飲まれて、うん、残り3000円使ったら、うん、下ろしてくださいよ。あ、やばいこいつ。え、それはそうでしょ、それないんだから。だってしょうがないの、ないんだから。手数料だ、ないんだから。あんたが手数料泥棒、あんたがあの100いくらを俺からケチろうとしたんだうめえやり方がやり口がすごいあ、そういうことだったんだ。いやいや、コンビニなら200円、216円かね。やっば意味わかんないもんちょっとでも7000円でノーペカリはちょっとやだね。やだよ、やに決まってるよね。やに、やっぱ早めに当てたいなって言ってて全部使ったからな、見事に。本当にやに決まってるよお前。ハニヤヒーラだよお前。ハニヤヒーラ、本当にごめん見えないな。ハニヤヒーラです、はい、ハニヤヒーラ、はい、格闘家で調べていただいたらいいと思います、うん、いやマジで知らんな、マジで外国名前だと思ってなかったからね。じゃあちょっとあれやろうよ、強そうな、うん、実際 いないけど、あ、強そうな格闘家の名前。いいよ、じゃあどうぞ。ロベルト・カルム・ジョージア。ロベルト・カルロスじゃん、ちょっともうちょっともう引っ張られてたじゃん完全に。あの黄金の左の持つ往年のブラジル代表サッカー選手ロベルト・カルロスに完全に略してロベカルだし。じゃあ実際お願いします。いいですよ、うん、ロベルト・カルバチョン。だから何だからロベルト・カルまでは俺と一緒じゃん。もうじゃあロベルト・カルバチョフだから。いやいやいや何その引っ張られてるとかじゃないじゃん、パクってるじゃん。いやいや、ロベルト・カル、何でしたっけ。ロベルト・カルロ・ジョージア。カルロ・ジョージアでしょ、うん、こっちロベルト・カルバチョフだから。いやだよ、全然違う、ほぼ一緒じゃない。じゃあもう次行こう。次行こう、何ですか。じゃあ何ですか。アカデミー賞、2023年、2023年アカデミー賞を総なめにする新人女優の名前。わかりました、ヤンヒムさんです。あ、韓国、韓国でございます。ヤンヒムさん、
この方は。なるほどね、はい、そっちね、はい、韓国の女優さんがハリウッド行っちゃって、はい、あそうです、いきなり新人で抜擢されて、あそうですそうです、はい、3歳3歳3歳です、子役で、子役でございます、3歳だった、3歳でなるすごいね、はい、情報入ってきてますから、私低予算映画で撮っちゃったのがまさか、そうなるほどね、カメラを止めるなみたいな感じでヤンヒムさん、はい、光りました、おいヤンヒムさん、おい光ってるじゃんタイミングよっしゃ、3回目イジさんのやつ聞いていいですか、じゃあアカデミー賞来年総なめにする、なるほど、じゃあ僕行きましょうか、はいお願いします、キムヤンさん、いやだから酒なって、何面白みがないんだって、何よパクっちゃったら、何が韓国人、たまたまじゃん、いやじゃ逆に来ただけじゃん、そうヤンキムですね、何歳ですか、何歳ですか、何歳ですか、4歳です、ほぼパクったり4歳作品名いいですか、タイトル教えてもらって、キムヤンのすべて、いやドキュメンタリー映画に撮るかそんなもん、じゃあもうちょっとさ、人の名前だとかぶる、たまたまかぶるときあるから、いやパクるから、いやパクってない、はい、パクってない、はい、たまたまかぶるときあるから、はい、ちょっと変えよう、変えよう、わかった、2050年 M1 グランプリ2050、うん、優勝コンビは、大喜利とかじゃないから、大喜利とかじゃないからね、そうだよ、タウソタウソ、え？タウソタウソ、カウソタウソ、ダウンタウンの、わかるよ、はい、ダウソタウソじゃなくて、もっともじって、カウソタウソ、はい、タウソタウソです、大喜利じゃないですよ、ごめん、あの大喜利、大喜利じゃないけど、うん、ちょっと滑ってもらおう、うんだね、うん、知ってる。うん、あのね言った瞬間、うん、わかんない、なんかこのジャグラーとか、うん、店内でうるさいはずなんだけど、うん、シーンってなってたよね一回停電しましたじゃあいいですか、2050年 M1 優勝コンビヤンヒムです、いやだからおい、何ですか、おい、えヤンヒムさんはさっきのアカデミー賞女優だから、だから、うん、何歳って言いました、3歳ですよ、ヒムヤンさん、うん、4歳、うん、コンビ組みます、うん、まさかの2人が、うんうん、53歳54歳になります、うん、え2050年だから違うね、30いくつになります、30何歳になった2人が今優勝するんですよ、ヤンヒムです、伏線です、伏線、小沢さん伏線回収してるんです、ちゃんと、なんかごめん、胃もたれしてきたこの大喜利コーナーなんだろう、ダメージ食らいすぎて、小沢さん、あのなんだっけ、タウソタウソで滑りすぎて、タウソタウソで、うん、ダメージ食らいすぎなって、小沢さん、ちょっとあの振りかぶりすぎたね、いや小沢さん、はい、こんな、うん、ごめんね、いいよ、こんなしょうもない会話で、うん、ダメージ食らわないでください、いや多分ね、ほんとね、俺エトスパトス史上一番滑ったんじゃないかな、ライブとかさ、ライブとかだったら、うん、滑ってもお客さんがいるから、うん、笑わなかったらちゃんと滑ったっていうのを明確に分かるけど、うん、分かるけど、分かんないじゃんって、ここだって、いや分かったのよこんなガイガイしてる状態、ホールがシュンってなったんだからサムネ、それにしたらどうです、そのサムネになった時点で、あのこの話使われますよカットにならないですよね、いや逆に使った方がいいですよ、あんな滑ったのは、でそうでもないのよ、レアだからさ、うん、確かに滑ってはいたけど、うん、いやそこまで言うほど滑ってないよね、違う、ほら光った、そんなにほら光った、これ一旦ほっといてめっちゃ滑ったから、いやいいいい、やってみてください、打ってください、早くとっとと、あもうほらこういうことになっちゃう、あーバケ悔しい、つうかもう小沢がしょうもない話ずっとしてくからさ、うん、忘れて無心で打ちすぎたわ、
やめるわ。ちょっと気分変えてこっち行きますわ。ああ、小沢の横から離れてせいせいするわ。あいつ俺の金で言ってんのにな。キッコーナー、キッコーナーじゃないんだよ。ちょっとすいません、トイレ行ってきていいですか。ダメです、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 ごめんなさい、すいません、小沢さん。倒そう倒そうからトイレ行きたくなっちゃった。ごめんなさい、小沢さん、ダメです、小沢さん。滑りすぎて。おい、やっと、残り1000円、もうないよ。ラストだよ、来たよ、ラストだよ、来たよ、やったよ、嬉しいよ。ビッグかな、バケかな。番組的にはね、バケなんだけど、今はビッグ来たよね。これがリアルだよね。はいはい。うー、とりあえず、ね、増えた、よかった、ありがとうね、ありがとう。当たりました、当たりました。誰、あの人誰、あの人誰はおかしい、カメラで見えてる。変な人から声かけられてます、怖いです。やだね、変な人いるね。あなたさっきまで隣で撃ってたし。はい、こっから、はい、こっから、こっから、はい、こっから、こっから、こっからガンガン出します。わっしょい、はい、こっから、こっから、はい、こっから、こっから。兄さん、誰、なんでだよ、なんでだよ、誰あの人、知らない人が話しかけられたのに。お前が撃ってるお金を俺貸した人間だよ。記憶にございません。やばい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 。ああ。記憶にございません。数量泥棒して貸したやつだよ。あ、使った。ああ、バケ。投資いくらですか。だから誰？なんてだよ。いつまでやんのよ。それ。1万7000円です。あ、いった、1万7000円、ちょうど、ちょうど。マジでじゃあ外れてたら、へからなかったら、おろしに行ってたと思う。そうだよ危なかったよ。見たかったな、見たかったな。やばいな、100超えそうだな。ビッグでもいいからやっぱ当ててほしいっすもん。やっと当たったっていう。当てたいよ、こっちだって。応援してるよ、俺は。え、じゃあ乗り打ちでいい。ダメです。なんで、それはダメです。なんで、やっぱあの、なんの、やっぱなんで、なんの、いやいやいや、本人がそのノリでやるの違うくない。なんで、なんの、ビシャモンテン、ないない、そんなの。ちょっとポーズつけてやってみて。なんで、なんの、ダイドで一発目の台に戻るか。そうね、当たりやな、嬉しいんだから。結局この台だったのかってなんのかな。さあ、というわけで始まりましたコーナー府中店ですけれどもね、だいぶ始まってた。最近ちょっとですね、投資が重ねるんで、ね、はい、今日はですね、投資をなんとか抑えて頑張っていきたいなと思います。それでは実践スタートです。やってみましょう、はい、だいぶ前からやってたよ。え、実践はやってたし、ここから違います違います、ずっとやってました。もうあと30分くらいしかないです。一人 YouTuber の感じで始めたんですけど。さあ、始まりました。いるけどコーナー府中店ということですね。ちょっと早口で、ね、ちょっと実はなんですけど、私コーナー府中店とあんまり相性良くないんですよだからね、そのイメージも払拭するためにですね、今日はなんとか出したいと思います。それではやってみましょう。打て、早く打て。一人 YouTuber なんか俺も飲まれて終わんのか。それも怖くなってきたぞ。投資2000でしょ。投資2000、それが裏山だよ。伊地さん、昨日これ収録上はですけど、はい、ホワイトデーだったじゃないですか。はい、なんかプレゼントしました。もらってないよ、さまさま。そうだ
そもそも誰からもらってないよ、彼女以外は。あ、まあ、そう、彼女さん、彼女さん。ホワイトデーにあげる最適なプレゼントって何なのかなと。ダメです。今日、何今日マジでチンチン多いよ。チンカッパー。でもさ、うん、それ思うと学生時代にドキドキしたよな。したよ。ホワイトデーとかバレンタインとか。ホワイトデーは一切しないよ。それもらってないからでしょ。そうですよ。当たり前じゃない。もらったことある？バレンタイン。いや、それありますよ。嘘つけ。いや、それあります。嘘つけ。いや、あります。お母さんなしよ。お姉ちゃんなしよ。分かってますよ。クラスメイトよ。クラスメイト限定か。うん。あります。嘘つけ。いや。何？どうやってもらうのよ。普通に。教えろよ。え、お母さんマジでゼロじゃないでしょ。その学生時代、中高、いやマジでゼロ小中高、まあ、高校は、まあ、彼女いたし、そのあれなしね、こう全クラス全員投げるやつなし、それすらももらってないから。あったね、その、うん、そクラス全員に渡すっていう女子いるじゃん。そうだ、それいいよ、こういう手作りのちっちゃいやつとかね。そう、うん、それすらももらってないから。あと小沢さんしきりにさ、彼女はいたって言うけどさ、うん、いないじゃん、嘘つくなよ。いや、いたのよ、高一は。いない方が嘘になるもん。俺がいないわけないんだから、彼女。きしょいね、ちゃんときしょいね。いやいや、ちょっと考える間を持つのやめてもらっていい、ちょっと。いや、じゃあ考えるじゃないですよ、うん、改めてしっかり顔を見たの、しっかりと。あ、顔を見る時間だった。しっかりと。俺が彼女いない方が嘘になるんだから。きしょいね。顔を見せる時間でございました、今。きしょいね。でもやっぱ小学校、中学校でもらいたいじゃん。え、本当にないの？本当にない。週2ぐらいになってきたら、うん、もらえないの分かるじゃん。もう俺はもらえないんだと。そう、だからそういうの縁がないんだと。うん、チョコみんなに配って、うん、俺だけもらえなかったのが確か中1なのよ。おだからもう中2からはドキドキすらもしないのよ。ただ早く終わってくれと。いや、そんなことも思わない。もうただの日日で帰ったら母ちゃんと姉ちゃんがチョコくれる日。ほんで、しんちゃんもらってないのとか言われるんでしょ。それもくれないよ、家族は。あ、くれない。もう自分の息子がもらえないと思ってるから。そうそう、分かってるから。でも芸人になってさ、うん、ちやほやされだした小沢のことは知ってるでしょ。お母さんは。あ、そうですね。それを見て何か言ってた。まあ、ファンの人たくさんで嬉しいねとか。あ、よかったね、気持ち悪いのにモテてっつって。え、気持ち悪いのにモテてよかったねっつって。そんなさ、親でしょ。え、親が言うわけねえじゃん、気持ち悪いのに。え、木と木の間に「ん」が入るわけないじゃん。気持ち悪いのにモテてよかったねっつって言うわけないじゃん、親が気持ち悪いのにって。そういうふうに言うんじゃないの。言わない、言わない。あ、言わない。うん、だ別にモテてでもないじゃん。モテてるファン、応援してくれる人がいるだけで。え、あるじゃん、あれだろ、これだろ、あるじゃん、小沢さん。なんですか。なんですか。本邦初公開しちゃうのいっぱいあるから、やめて。やめろよ、言っちゃいけないやつ言うなよ。俺、小沢が俺にバレてないと思ってるやつも俺知ってるの何個かあるから。実の話言うと、小沢さん。いや、今まで黙ってたけど、実の話言うと、うん、あ、こいつ、うん、俺に気づかれてねえと思って、うん、ちょこちょこやってんなって話、うん、いくつかあるから、もうこの話使うしかないから、見て、小沢さん、この話もう使うしかなくなっちゃったから。いいです、別に。光っちゃった。音声切ってくれるわ。光っちゃったから。頼む、バケ。よし、ほら、今は終始なのよ。今は終始が大事なの。そういうことばっか言うから。リンクが欲しいの。あと20分。まあまああるね。まあまああるね。うわー、追加と追開発シート。全のまれんぜまれの、これ皆さん、伊地さんの特技でございます。バードルシ、ドアルック社、与えられた単語の
文字をバラバラにして出すというワードシャッフル、バラバラにして童話ルック社。よし、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 よし。二人とも飲まれて、二人とも財布の中空になって、ちょうど終わりじゃない時間です。いや、ほんとそうね。悲しいな。いいよね、でもそういうのも仲良しでね。そうだね。後で1万円返してね。返さないや、仲良しだからね。ダメだよ。仲いいもんね。ダメだよ。返さないや。ダメだよ。俺の負けは小沢の負け。小沢の負けも俺の負け。ねえ。違うよ。なら小沢が投資は全部です、これで5000円。あと1000円。いや、もうないです。それで5000円。はい。で、俺の投げた分の1万があるから1万5000負けでしょ、小沢が。で、俺が7000円だから、うん、まあ同じようなもんか。何言ってんの。いいじゃなくて。え、俺にあげた分があるからじゃないんだよ。何、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 どういうこと。いや、乗り打ちじゃないんですよ、最初から。だって2人で仕事したらギャラが半々だよね。そんなの、じゃあ違いますよ。じゃあもしなんかギャラ、うん、ライブとか番組何でもそうだけど、俺の方が多く喋ったら、うん、俺の方がギャラ多くもらうから。光るんかい。やばいやばいやばい、やばいやばいやばい。こっちじゃなくてこっちにやって、こっちにやって。あ、うざ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 。で、いや、バケが良かったの。バケが良かったよ。はい、なくなった。はい、はい、なくなった。はい、はい、なくなった。オールビッグ、オールビッグ、オーザーはなくなった。もとても借りてる人だと思えないよ、あなた。すごいよ、今見てる人。こいつやべえなってマジなってる。こいつは見てる人、うん、こいつ嫌い。いや、嫌い。そんなことないよね、好きだよね。呪われちゃいました、なんか取り憑かれちゃいましたわ。みんないじっちゃんのこと好きだよね。いじっちゃんのこと言うなよ、自分でちゃんって。あと何分ですか。10分。はい、下ろしてきてください、小田さん。下ろしに行く。終わる。どうします。おろしに行けだそうです。俺、おろしに行けだそうです。あと10分。おかしい、絶対に。何、俺がおろすのは絶対におかしい。はい、よっしゃー、だせーなー。はい、やれです、どうもね。はい、こっち押しちゃおう。ビッグでした。手数料いくら取られた。手数料200円ぐらい取られたぞ。あれ、当たってる。当たりました。はい、下ろしてきましたよ。いくら下ろしたんですか。1万5000。中途半端な。お前の分の1万がこっち帰ってくるからな。行きますよ、じゃあ行ってください、とっとと。おかしいよ、絶対。はい、ほえ。はい、はい、はい、こっちから落ち目よ。ビッグか。いや、本当よ。負け惜しかった。嬉しそうな顔すんじゃないよ。ビッグか。結局この台だったんじゃん。確かに。嘘でしょ。ちょっと俺は正気の差だとは思えないよ。どうしたんですか。終了出てます。下ろしてきていくら使いました。1000円。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか、結果。結果ですか、はい、私はですね、収支的にはですね、うん、投資が1万7000の、はい、672枚、はい、ということでですね、はい、投資1万7000円ですけど、はい、
言ってもその1万小沢さんがもらってるんで、いやあげてないです。まあそんなに痛ではないかなと。あげてないです。ずーっと言ってるけど、えずーっと言ってるけどもらったもらったっつって、はい、ずっと言ってるけどあげてないんですよ。そこじゃないし俺もう怒りは、えいやいや耳にやりな。なんで耳の前にやって、ってもう聞く耳持ってないじゃんその人。バケの回数はどうだったのよ。バケの回数、バケあのビッグ3回バケ1回で、うん、僕バケ担当だったんで、うん、しかも1回という 1回ですよ、はい、あなた1回だけどもう、だけどまあだから楽しそうにしてますね。まあね最後ちょっとちょこちょこ出てくれたんで、はい、ビッグ担当、はい、ビッグ3回引きました、はい、まあ1回平均3回ぐらい取っとけばまあいいと、はい、ビッグの平均は取りました。よかった、おめでとうございます。ただ私は貸してあなたにもらってね1万円貸しました。あげてで自分で持ってる原資金5000投資した時点で、はい、残り10分、はい、ね、もう終わらせりゃいいものを、はい、銀行行って下ろしてこいっつって、はい、で分かりましたよっつって銀行、お前がまず下ろせよ。そこでまず一つの怒りだよ俺は。なんで手数料がかかるんだ。手数料かかったんだこっちは。で下ろしに行って、はい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 、1000円入れて、はい、まだ使い切ってもない途中の段階で終了。はあ。怖っ。じゃあよくない、怖っ怖っ。せめて終わってから言えばよくない。だけど投資は 6000ってことは僕が1万貸しなかったら、うん、下ろさなくて済んだんですよね。そうよ。手数料まずこれは誰かに払ってもらう。俺はこんなことはないよ。スタッフさんが目を覚ましてますもん、うん、怒りだよ。なかなかないよ、うん、一応ね、うん、一応タレントが、うん、金をリアルで下ろすところを放送されるって、うん、そうよ。1000円1円って入れて終了だって。やっぱそうよ、やっぱ小田さん最初ねちょっとね2000円で出してから、うん、だいぶなんか調子こいてたもん。やっぱそういうとこよやっぱり。いやいやいや俺のことやっぱその本当に下げすんだ目見てたもんやっぱ、うん、じゃで俺はそこで全部飲まれて、はい、もう追加投資で負けましただったらいいの、はい、下ろさせてって、下ろさせて、下ろさせて、1000円させてじゃないんだよね。コウメ太夫さんみたいになってたじゃないんだよね。じゃないんだよ。意外しないね。絶対に店舗見開店はもうリベンジするから。だから前回は府中良くて開店ダメでしたから。そう今回逆でいきましょう。逆でいこう本当に。さあというわけで、見てる人、私はだいぶ怒りに狂ってますけども、はい、チャンネル登録そして高評価、はい、あとコメントね、よろしくお願いします。ひどいスタッフ、ひどいよ、うん、とか小沢さんざまあ見ろとかそういうの見いいですよ皆さん。全然ね、いじち性格悪いでもいいし、いじちさんいいですね、素敵です、応援したいです、もうもうします、何でもいいです、はい、できたらスタッフさんを叩いてくれ、はい、コメントでお願いします。はい、ということでまた次回お楽しみに、お願いします、はい、それでは次回もまた見てね、見てね。